ってやめたいと思った。でもサッカーを嫌いになったことは一回もない。やっぱりやめたいと思っても嫌いになったことは一回もない。だからみんなもなんかやめたいと思うことはすごくいいことだ、別にいいんだけど、でもサッカー嫌いになったらもうそこから上手くならないから、やっぱり好きだから負けたくないし、好きだから上手くなりたいという気持ちがコーチはずっとあると思うから、今日のコーチのドリブルも一個のきっかけ、あ、こんなドリブルできるんだ、あんな金髪の兄ちゃん上手かったら俺もああなりたいなってきっかけになればいいなと思ってるから、